米谷優は東京都葛飾区立石出身のプロスキーヤー。スキースロープスタイル、スキーハーフパイプの元日本代表選手。都立江戸川高校卒業。2013年7月よりアークコミュニケーションズスキーチーム所属。冬季競技の選手としては珍しい東京都下町の出身。ライバーの父と水泳選手だった母の影響で幼少期から 多くのスポーツを経験する。中学生2年生の時にスキー移動教室で当時の担任の先生にもう学校に来なくてもいいからスキーでどこまで行けるかやってみろと背中を押されたことがきっかけで本格的にスキーを始める。17歳の時に友人に誘われてスノーボードのジャンプの大会 X トレールジャムを観戦に行った際に スキーヤーがエキシビジョンで飛んでいることに衝撃を受けフリースキーを始める。21歳で日本人として初めて完璧にグラブしたダブルコーク二2 6 0をメイクして一躍国内選手として頭角を表した。2013年シーズンにはワールドカップで9位に入りノルウェーで行われた世界選手権の日本代表に選出された。競技活動の傍ら 自身で作成したプレゼン資料を片手に、スポンサー活動を精力的に行い、2013年7月に、株式会社アークコミュニケーションズと所属契約を締結し、フリースキー競技者としては、初の実業団入りを果たした。2015年12月に、ハーフパイプ競技に転向することを、所属会社が発表。2016から17シーズンには、 各国のナショナルカップで優勝を果たし、競技転向からわずか2年で、ハーフパイプ種目でのワールドカップ出場権を獲得し、2017から18シーズンはハーフパイプ男子日本代表として W 杯を転戦した。2018年5月に所属会社が競技引退を発表、同チームのマネージャーに就任した。同月、 全日本スキー連盟のスロープスタイルハーフパイプのコーチに就任する。2019年、フリーライドの世界大会、フリーライドワールドツアーの日本アンバサダーに任命され、動画の企画で参戦した、フリーライドワールドクワラファイアーマイコステージで優勝する様子が自身の YouTube チャンネルで配信された。2020年に株式会社ファーストロジックが主催する。 大屋さんデビュープログラムに出場し、応募者2300名の中から優勝を果たす。対価デビューまでの活動記録が、同社が運営する、大ン度メディア、o、楽町チャンネルで取り上げられた。ありがとうございます。